皆様こんにちは。今回は今月のラクシービューティーボックスの中身を紹介していきたいと思います。このメイクはね取れてないんですけど、カラコンはミュームのトーンアップモカを使っています。でリップは視聴者の方にいただいたイベントでねいただいたキコのフュージョンリップスティックのスマートっていうブラウンリップをつけてます。はい。でこのだってメガネはレンズぶち抜いてるんですけど、セレクトショップチーの新しいメガネ、ここがねちょっとなんだろう、今まではこうカクってなってるんですけど、ちょっと丸くてちょっと面白い形になってすごい気に入ってます。はい。では早速紹介していきたいと思います。今月ねめちゃくちゃ薄いの。いつもはこれぐらいの厚みがあって大きいんだけど、何事と思ってめっちゃ薄いなって思ってるんですけど、なんだろう、何だと思う？なんだろうね。開けてみると、ちょっと待って、薄いんだけどさ、見て、ミネラルだから美しいって、オンリーミネラルだよ。やったー、オンリーミネラルですって。あ、ダメだ、これあんまり見ちゃダメだ。薄いけどちゃんとコスメが入ってる。まず大きい1個目、こちらオンリーミネラルのミネラルモイストファンデーションのヘルシーオークル。これだけで4700円ですって。そう、そうなの。オンリーミネラルってねちょっと高いから手があんまり出せなかったんですけど、すごい、こんな感じのゴールドのパッケージにこうパウダーが入ってる感じで、お、中にブラシが入ってます。ヘルシーオークルって私の色に合うんじゃない？声でかい。合うんじゃないの？あ、このシールは貼れないのか、何色かとかわからないかも。これそのまま貼っちゃうので、あんまりわからないかも、名前が。ただヘルシーオークルって色をちょっと覚えといてもらいたいです。私忘れちゃいそう。これ最初に色を入力するんですよね、ラクシーって。だから私に合う色が入ってたのかも。こんな感じのパウダーファンデーションで、もうこの段階でしっとりしてるんだろうなっていうのがわかる感じです。わかんないか、なんか粉っぽくない、一切ツヤっぽい感じ。すっごい使うの楽しみ。今日ちょっとマスクしててよれてるけど、これ使ってみようかな、このブラシで。で、わかんないかな。あ、綺麗、すごいツヤっぽい感じ。ほら、わかります？カバーもしっかりしてくれるけど、ツヤ、え、めっちゃ綺麗じゃない？うわー、綺麗、綺麗ですね。ここら辺パウダーですよ、パウダー、しっとりサラサラな感じ。しかも色めっちゃ合ってます。嬉しい。これデビロテするかも。ただマスクじゃない時の方がいいかな、結構つきそうかも。え、めっちゃ綺麗、カバー力がすごいアップしてる。もう嬉しいんだけど。で次、こちらオンリーミネラルのミネラルカラーセラムの01番レッドコーラル、2500円です。唇用美容液らしい。あ、これか、こういうタイプのやつ。これ私ね何色か持ってます。ショコラかな、これ塗ってみようかな。これねすごくプラスチックのチップになってて、ですごいミントの香りがして、私ミントの香りがするリップ系のもの大好きなので、そう、これすごい好き。かわいい、めっちゃかわいいんだけど。うん、名前の通りにレッドコーラルって感じの色、なんかコーラルすぎず赤すぎず。でこれ本当に唇のシワを
一瞬で消してくれるんですよ。結構こっくりはしてるんですけど、あとベタつきもまああるんですけど、私はグロスは別につけるならね、こうエナメルみたいなのが好きなので。めっちゃ可愛い、うん、うん、可愛い。そして最後、これ私欲しかったやつ、色は違うけど、このねピグメントが欲しかったの。いつもコスメキッチン行ってこれを買おうかすごい迷ってたんですよ。ピグメントで、オンリーミネラルのミネラルピグメントのスパイスっていうから、ちょっとグレーがかったカラーかな、こんな感じになってて、どうやって出すんだっけ、押すんだっけ、これちょっと忘れちゃったけど、ちょっと出てるんですけど、めちゃくちゃね綺麗なの。いきますよ。待って、全然わかんないねちょっとグレーっぽい感じ、こんな感じ。あ、全然わかんないけど、大人っぽいメイクができそう。このピグメントはね、私本当に欲しかったのもっとキラッキラのもあるんですけど、なんかやっぱ高くていや、いいやってなっちゃってたので。嬉しい、まさかこんな薄いから、なんかまあありえないけど、どうしよう、パック、すごい高級パックの詰め合わせとかだったらどうしようとか思ってて、勝手にめっちゃ嬉しい。このリップもめっちゃ可愛いですよね、プルプル。これちょっと読んでいきたいと思いますね。あのピグメントのね使い方をちょっと見たいな。あ、別に書いてないか。ピグメントは顔中どこでも使えるらしいです。あのまあミネラル系なので、石鹸でね落とせる優しいあの成分のものなので、どこでも使えるらしい。へえ、このリップは天然由来 100% なんだって。あ、そんで、このパウダーファンデーションはオイルが配合されてるから、こんな感じのツヤ肌にしてくれるんだって。え、めっちゃ綺麗じゃないですか、ここ。これツヤがあるのにパウダーファンデーションだからサラサラなんですよ。めっちゃ綺麗。え、めっちゃ綺麗。これ使い切ったらね、リフィルだけ買えばいいから最高で。まあオンリーミネラルなので、24時間つけてても、あの普通のもの、普通のものっていうか、まあ肌に優しいです。ですごいね、つけ心地が軽いです。塗ってる感じは全然しないけど、やっぱりカバー力すごいから、下地とこれだけで十分だと思う。なんならあのリキッドを重ねるよりも綺麗な仕上がりになるかも。楽しみ、これだけでメイクするの。それかまあこの薄いから、今日みたいにね、ま、今さっきみたいにマスクしてたから、もうほぼほぼここら辺のファンではなくなってたんですけど、お直しでこれを持ってって今みたいに刺さってやるだけで、なんかメイクしたてのようなツヤとカバー力になるので、お直しにもすごくいいかも。めっちゃ綺麗、クマとかも綺麗に隠してくれてってるので、おすすめです、これめっちゃ。はい、こんな感じで、もう本当に薄いから全然期待してなかったんですけど、まさかのオンリーミネラルコラボで、めちゃくちゃテンション上がりました。このリップもめっちゃ可愛い。なんかコーラルとレッドの組み合わせって私の中でベストな組み合わせですね。コーラルだけだとちょっと顔がなんだろう、もっと日焼け肌に見えるんですよ、濃く見える肌色が。で、赤リップだと、肌色が明るく見えるんですよ、私。まあ、それが、パーソナルカラーのあれなのか分かんないんですけど、それの2つがちょうど組み合わさって、すごくちょうどいい、2つのいいとこ取りをしてるようなカラーで、めっちゃいいです。はい。こんな感じが今月の中身でした。やっぱり期待を裏切らないラクシービューティーボックスなので、来月もめちゃくちゃ楽しみです。はい。では、最後まで見ていただきありがとうございます。バイバーイ。